けど始めちゃいました。こんばんは。おばんです。こんばんは。ボサボサになっちゃった。あ、パンチさんありがとう。こんばんは。あ、ゆでんさん、ゆでんさんだ、ゆでんさん、タワーありがとう、売れたわ、ありがとうございました。お疲れ様でした。こんばんは。来てくださった方もいらっしゃると思うけど、来られなかった方もねいらっしゃると思うんですけど、配信が決定したのでぜひまた何度も何度も見てください。下湯さんありがとうございます。私はユニットは自分でやりたい曲にあげたキャンディーと汚れている真実をやったんですけど、キャンディーではちょっとおっちょこをしてしまってちょっと悔しい感じの部分もあるので、もう一回挑戦チャレンジいつかやりたいなって思ってます。でもね、やっとずっとやりたい曲だったから、小学校の頃から見ててずっとやりたいなって思ってたからできてよかった、嬉しかったです。で、汚れている真実はめっちゃダンス曲で、え、嬉しい、ありがとう、かわいい、キャンディーチョコかありがとう。ジュンさんがありがとう、嬉しい。そうで、ダンス曲汚れてる真実はダンス曲で難しかったんですけど、でもすごいね、あんまりダンス系の曲やっらないからすごい楽しかったです。そしていつかやりたいなって思ってた、結構好きな曲なので嬉しかったです。しかもさ、エイトさんの方々とできたのもすごい良かった。すごい楽しかったですね。トシちゃんもたくさんありがとう、大好きいっぱいありがとう。大人列車もできたし、だらしない愛し方もできたし、結構初めての青春のラップタイムもできたし、私たちのリーズもできたし、めっちゃねやったことない曲をたくさんやりました。しかも全部めっちゃいい曲で、好きな曲、だらしない愛し方とかねやりたいって思ってたけど、そうちょっと、あ、クソジジイありがとう、チチ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 チ、私もだらしない仕方入れるかも言ったんですよ。でもそれよりもそうやりたい曲を何個か見つけちゃって、うーんって悩んだ結果、ちょっとやらなかった曲、やらなきゃった入れなかった曲だったので、できて嬉しかったです。楽しかった。47の素敵な街へもさ、初めてあの私が踊ったから、踊りながらあのコール聞けて嬉しかった。え、なりくんさんも好き、好きだわ、ありがとう、めっちゃいい席でした、頑張ってくれてたからね、どうもありがとう。あ、そう、大事なお知らせ、ちょっと明日からお礼配信、ドボンコンサート終わったということで明日から進めていこうかなと思っていて、そうなのでぜひ見てください、お礼配信明日やります。神奈川多くて笑ったね、神奈川ばっかりだったでも北海道言えました、北海道って言えました。お礼配信ぜひ見てください。ちょっと順位分けると思うんですけど、だから上位の方はもうちょっと先になっちゃうかもしれないんですけど、少々お待ちください。
伝えりよくて2階席からも目を引きました。嬉しい、ありがとうございます。見つけてくれて、前髪ないくなっ、前髪作ったからさ、2階の席の方だから見つけてもらえるかなって思ってたけど、見つけてもらえてた、よかった。しかも髪の毛もドボン選抜っていう、選抜という形っていうこともあって、髪型を変えられたので、私は編み込みハーフアップみたいなのにしました。ここ編み込まれてるハーフアップなんですけどにしました。自分でセレクトしました。なんか汚れている真実、まず自分で選んだキャンディーに合わせて可愛いふわふわな感じの髪の毛にしたいなと思って、でも次の曲が汚れている真実で全然ねタイプが真逆な感じだったから、どっちもできるやつがいいなと思って、これならさどっちもの衣装にも合うなと思って、甘すぎないし可愛いなと思ってやりました。そう、嬉しい、髪型変えられて、可愛い衣装たくさん着れたから、髪型変えたかったから嬉しい。そう、楽しかったです、本当に。あとね、私ね、あ、タワー、ごめんなさい気づかなくて。なりくーさん、お花のタワーありがとう、嬉しい、かわいいお花、かわいいタワーだ、ありがとう。そう、あのね、私ねドボンのあれ勝率ランキングとプレイ回数4位でした、どっちも嬉しい、4位だったよみんな。そう、頑張って結構楽しんでやってたんだ。なんか私4位に入ると思ってなくて、プレイ回数の方は特に、だからびっくりしました。でもドボン配信とかいっぱいやってみんなとね、一緒に楽しい時間過ごしたりしてたから嬉しかったです。今年もたくさんやるのでぜひ来てくださいね、ドボン配信いっぱいやるね。なんか今日このステージに立って、確かにレッスンとかが重なってる時期、いろんなコンサートとか公演とかいっぱい重なってる時期で結構練習とか大変だったんですけど、でもやっぱり今日立ってまたこのステージ立ちたいって思ったから、来年、今年もあったらランクインして出たいなってすごい感じたコンサートでした。そう、だから次のイベントのために今から準備しないといけないので、皆さんぜひ私のカードを使ってたくさん育成して次のコンサートも勝てるように頑張っていきましょう。あ、ゆでんさん、熊田は2個目だ、ありがとう、ありがとう。そう、ドボンたくさんプレイしましょうじゃあ次は7位より上に行けるように、そう、今から頑張りたいと思います。楽しかったですね、ドボンのカードね。そう、ドボンのカードも私の出るんだ、嬉しい前髪下ろしてるのマジで可愛い、やった、ありがとう。次のコンサートは何にしようかな次のドボンコンサートは何の曲にしようかな。そう、やっぱりドボンコンサートは自分の好きな曲でセンターができるっていうのがすごいさあ、ないからさ、全然好きな曲でセンターできるなんてことをめったに、すごい嬉しいよね、それがめっちゃ嬉しかったもん。失敗しちゃったけどね、それがすごい悔しいけど、でもそういうのもすごいいい経験になるなって思いました。ちなみに私さ、あのね、青春タイヤドを17期校の時にそれもセンターで自分でやりたいって言って選んでやったんですけど、それもねセンターで間違えたんですよ、踊りめっちゃ堂々と。だから私はもしかしたらマイクスタンドでセンターは
間違う運命なのかもしれないって思って、ちょっとちょっとそういうなんかあれがある、もしかしてあるかもしれないですね。そしてマイクスタンドはね、やっぱりね難しい。少々お待ちください。間違えた間違えた、あ、ちょっと待って、はい、 OK です。そう、配信、そう、来られなかった方たくさんいらっしゃると思うからさ、あんまり全部は言わない方がいいのかな、なんだけど、でも、あ、マスさんありがとう、え、かわいい、猫いっぱいありがとう。そう、でも配信まで楽しみに待っててください。私も配信見たい。あれです、配信でもね、また見てくださった方も配信もう一回見て、あの時の楽しかった気持ちとか思い出してもらって、見られなかった方はもう配信でもうその場にいる気分になって、ぜひ一緒に楽しんでください。ちゃんと踊れてたかな踊れてたのかな、不安だけど踊れてたよね。でもね、楽しすぎてね、すごいね、踊れてたかも。めっちゃね、楽しかったから、多分めっちゃ大きく踊ってるはずです。むすみん、どんな曲しても絶対に愛しかわいい、やったありがとう。練り歩きはそうですね、なかったね、なかったです。まあでも撮影タイムがあってよかったです。ただ撮影タイムがずっと上手だったから、下手な方はあんまり撮れなかったかなって思うからあれなんですけど、でも撮影タイムあってよかった。もし、そう、写真撮影タイムで撮ってくださった方がいたら、あの、メンションしてくれたら保存したいです。みんなが主役だからね、ドボンライブはね、それがすごいさ、いいよね。なんかその入る、その出演権を争うのはこう大変だけどさ、争いだか、争いっていうかみんなが狙ってるから大変だけど、でもこうやってコンサートに出演するときはみんなが主役って感じがするのがすごいいいなって思いました。めっちゃ可愛かったと思う、嬉しい。わー、たくさんギフトありがとう。あ、そう、ゆかるんさんとね、ドボンコンサートの練習を通してお話ができたんですよ。嬉しかった嬉しかった。前髪切ったの可愛いねって気づいてくれて言ってくださって、すごい嬉しかったし、本当にね、本当にね、優しくてね、素敵な先輩、優しくて可愛かった、可愛くて、なんかゆかるさん素敵だなってすごい改めて実感しました。こうやってお話できてすごいね、嬉しかった、ゆかるさんとお話できたのが。なんかめっちゃゆかるさんってめっちゃさ、なんかさ憧れますね。あんな女性になりたいって思う女性
多分めっちゃ多いと思う。すっごいな、ここね、綺麗で可愛くて美しくてみたいな、なんか全部を持っている。どんなうちわにしたらコンサートとか見つけてもらいやすいですか？光ってるのはめっちゃ見える。やっぱり劇場公演でも光ってるうちわ、見ず見んで光ってるうちわを見るとすぐ分かるし、光ってるのってすごい分かりやすいのと、あとは何回もそのうちわで公演とかに足を運んでもらえると覚えれるから、覚えるったらなんかね、目が行くの勝手に、自然にあっってなんかね、運命みたいにね、ピンってそこしか見えなくなる。そこがすっごい光って見えるの。なんか光ってるうちわじゃなくても、いつも見てるよ、なんかたくさん見てきたうちわだとすぐに見つけられるから、やっぱり何回も同じうちわを持ってお話し会とか来てくれるとすごいね、すぐ分かるかな。もちろん何回も新しいの見せてくれるのもすごい嬉しい。どっちだよって感じだよね。どっちも嬉しい。でも、ね、やっぱり新しいうちわ持ってきてくれるときは、あのね、あれがいいかな、事前に教えてくれたりしたら見つけられるかな。毎回ね、同じうちわ持ってきてくれてた方のうちわを武道館の時かな、去年の武道館ピアコンかどっちかの時の2階席で見つけました。2階席でうちわ持っててくれたのも見つけれるくらい、そうだからすごい見つけやすい。やっぱり見せてくれてたりすると、あとは蛍光色とかピンクとか派手な色だと分かりやすいです。あと今回のコンサートね、ゆきりんさんとねツッキーさんのユニットがマジですっごいね素敵だった。すごい素敵だった。何あれ素敵すぎませんかって感じで、めっちゃなんかすごい素敵だった。あれはさ、こうなるよね、なんかこうやって見るんじゃなくてこうなる、なんかなんかこうなる、すっごい見入っちゃうっていうか、なんか入っちゃうもん、その空気の中に入り込んじゃうっていうか、なんかすごいね素敵だった。しかもなんかどっちも似合ってましたね、なんかぴったりで、そうすごかった。素敵でしたね。あと仰天さんのティーチャーティーチャー、めっちゃ足の長さがスタイルの良さが際立っててすごい好きでした。ティーチャーティーチャーめっちゃ良かったですね。仰天さんのすごい好きです。とかいろいろね、魅力がたっぷりなドボンコンサートだったので、本当に配信早く楽しみなんですけども、早く見たいんですけど、ぜひ皆さん見てくださいね。初恋よこんにちは。私もやりたかったな。だからいつかやりたいな。すごい。でもホテちゃんめっちゃ似合ってたよね。私もいつかやりたい。私初恋よこんにちはも候補に、本当はちょっと選ぶ候補に入ってました。そう。選ぶ候補には入ってて、でも別の曲選んだって感じだったんですけど。寒くなってきた。楽しかったです。立ち位置の練習してた。そう、ホテちゃんがリハーサルで立ち位置も0番に行けなかったから、リハーサルで練習してたのに、私はあの本番でそれをやっちゃいました。0番にいるって思ったら1番でした。本番でやっちゃった。
逆の現象が、そうだからホテちゃんと同じこと今日してた。近いなと思った、みーも思った、あなんか近いかもと思って番号見たら、あ一番だってなった、びっくりしちゃった。本当に楽しくて幸せでしたね。でも皆さんキャンディーって予想してる人全然いなかった気がする全然いなかった気がしたから意外だった。なんか結構分かっちゃうかなって、なんか前からやりたいってずっと言ってたから、バレてるの、バレてるっていうか、なんかすぐ出てくるかなと思ったら意外とみんな違う曲だったりして、ノーマークだった、予想してなかった。え、そうだったの？ずっとやりたいって言ってたから。そっかそっか。パパパパ。ほぼ。そう、でも皆さんのね、予想とかも聞いたの楽しかったな。あれ、本物のキャンディー？そう、本物のキャンディーですよ。持って帰ってくるの忘れた！くださいって言ったんだけど忘れちゃった。まあいっか。本物ですよ、あのキャンディー。キャンディーの衣装マジで可愛かった、全部。そう、サホさんとハルピョンさんとだったんですけど、この3人でできてよかったなって思いました。サホさんとかハルピョンさんはチーム B さんのねチームだったので、ウィンク決まってた、あよかったよかったよかった。写真明日載せます、失礼しましょう。写真は明日からどんどん載せていきます。明日はキャンディーを載せようかな、その次は聞かれている真実とか分けて載せていく、お楽しみください。毎日カラコンウィンク見ました。お、嬉しい、ありがとう。カラコンウィンクたくさん聞いてね。そう、裏側 YouTube、 そうそうそう、なのたくさん映していただけてるので、カラコンウィンクの YouTube、 AKB の公式サブアカなのあれって、普通に公式、公式サブアカだよね多分。ぜひ見てください。コンサート楽しかったよ、よかった、みーも楽しかった。そう、めっちゃ寒かったけど先輩方がね一緒にねぎゅうして温めてくださったから心まで温かかったよ。2日目も公開されたって、ぜひ見てください。
なんかコンサート終わったから、終わった余韻がすごいな。コンサート終わった余韻がすごい。もう一回やりたい。明日もやりますか、やりませんか。もう一回やりたいね。そうでもね、やりきった達成感がすごいね、達成感がすごいので、次は春コンサートに向けて頑張りたいと思います。室長公演行きますね。室長公演もそうそう、そろそろだから楽しみ。服フェスもあるよ。服フェス絶対楽しいと思う。そうなの、久しぶりのただれんなの。やばい、何ヶ月ぶり？そんなことない。めっちゃ公演自体が久しぶりに出るかもしれない。すっごいあれだけど、そんなことないか、初日迎えたからあれだけど、でもめっちゃなんか公演久しぶりで、すごい、だってみんなは公演普通にいっぱい出てたから、私が全然出れてなかったから、すごい久しぶりな感じがして楽しみ。しかも前髪作ったから、きっと曲の雰囲気とか曲の表情とか前髪あることで、それもちょっと変わって見えるかなって思うので、新鮮なただれんになると思うので、楽しみに待っててくださいね。19日、多分衣装の見え方とかも全然ね違って見えると思います。確かに軽蔑していた愛情をもっと睨まないと強くなれないかな。強くなれないかな、強い曲じゃないんだけどね。可愛さもしてるよね、やったね。ってことは作って正解ってこと？前髪。いほっ、あと1分でお礼配信じゃない、順位を読みます。ランキングを読んで、そう、明日のドボンのお礼配信の時間とかちょっとどうなるかまだわからないんですけど、するので待っててね。順位何位か何位までとかもまた伝えるのでお待ちください。ちょっと夜遅いかもしれない、夜、うん、告知が遅くなっちゃうかもしれないんですけど、明日待っててください。ということで、ライブランキングを読みます。いきます。15位ゆうたんたんさん、ありがとうございます。14位やすさん、ありがとうございます。13位ブルーさん、ありがとうございます。12位クリンピーさん、ありがとうございます。11位アッキーさん、ありがとうございます。10位パンチョさん、ありがとうございます。9位ウルちゃん、ありがとうございます。8位下ゆうさん、ありがとうございます。7位クソジジイ、ありがとうございます。6位淡路の黒ひょうさん、ありがとうございます。5位としちゃん、ありがとうございます。4位マスさん、ありがとうございます。3位じゅんさん、ありがとうございます。2位なりくうさん、ありがとうございます。1位はゆでんさん、ありがとうございました。ということで、皆さん本当に今日出演できたのは、本当にたくさん1ヶ月間一緒に頑張ってくださった皆さんのおかげなので、本当にありがとうございました。とっても幸せで楽しい時間を過ごすことができました。ぜひ次のドボンコンサートに向けて、これからもたくさん私のカードでプレイしてくれたら嬉しいです。ではせーの、今日はパーと左、ん？右か、こっち右でした。では本当にありがとうございました。今日はゆっくり休んでください。ショールも見てくれてありがとうございました。ゆきんこさん、ありがとうございます、ギフト。では皆さん、おやすみずみー。
バイバーイ。お疲れ様、皆さんもお疲れ様です。バイバイ。楽しかったよ今日、本当にありがとうございましたね。あ、12時になった、切ります。バイバーイ。